皆さん、こんにちは。森口でございます。日本株速報、今日もよろしくお願いいたします。今日は4月の17日水曜日です。お題がこちら。5番。 何がということで話をしていきたいというふうに思います。これは一名柄に見ます。レーザーテックの5分足チャート。14時からガクッと崩れまして、終わり値では7%以上の下落となりました。何が要因なのかをしっかりとレポートしていきたいと思います。その他、東京電力レゾナックブレインソリューションベースフードを見た上で指数の売買戦略まで見ていきましょう。ぜひ最後までお付き合いください。ということでこのチャンネルでは、終わったばかりの日本株の振り返りを、毎営業日の夕方5時で入れております。必ず毎営業日やっております。ぜひおほぼお日日本株速報チャンネルの チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは早速今日の振り返り見ていきましょう。はい。今日の3指数終わりに確認してみてください。それぞれ1%以上の下落。日経平均株価とトピックスは安値引けとなっております。日経平均株価509.4円の下落で値下がり銘柄数191銘柄、ほぼ全面的に下げているといった形です。なお今日もグロース250指数の下落率が最も大きく、こちらも安値に近いところで引けているという形になりました。もうチャートが見たくないっていう、そんな感じでございます。気を 回見てみますとアドバンテストについてレーザーテックということでこの2銘柄だけで100円以上下げているし半導体関連がやっぱり弱かったのかな一方ででもディスコとかは買われてるんだけどなっていったところでございます業種別ランキング見てみると買運が久々に上がってるんですがその一方で電気ガスが売られているという形で電気ガスはまあ上がりすぎの半導安みたいなそんな感じなのかなという風には見ております売買代金ランキング見ていきましょうレーザーテックが圧倒的トップで下落率もやたら目立ってますよねさっきの5分足チャート気になるところでですので何が 来たのかこの後見ていきたいと思いますが、今日も半導体関連がやっぱり売買代金の中心にいて、東京電力がいてというそんな感じにはなってるかなと思います。グロース250指数見ていきましょう。トップの QPS 研究所続落というふうになってます。今日は2位のブレインソリューションに注目しました。直近 IPO の1銘柄ではあるんですが、先日今朝発表をしてからですね、2日連続のこれストップ安になってるんですね。しかもザラバの動きにちょっと癖があったので、ちょっとご紹介できればなというふうに思っております。それでは個別銘柄を見ていきます。まずレーザーザテックなん ですがこちらがニュースの画面になっておりましてもうここに答えが載ってるんですよね13時12分もみ合い ASML の決算発表を控えて手控えムードもっていう形でした14時に ASML ホールディングスオランダの半導体製造装置関連ですけどもこの決算発表があるということだったんですがそれを受けて下落しているという形になりますはいこちらがニュースの画面になっておりまして、まあ、実際に第1四半期の決算発表が前年から売上高純利益ともに減少しているというところから半導体製造装置の事業環境に対する 悲観的な見方が広が広ったとということですまあ、ASL m メール結構確かに有名だってことは知ってますけどもね、こんなにレーザーテック反応するかなっていったところでしたし、また他の銘柄ももちろん売られてはいるんですけども、レーザーテックがやたら反応は大きかったなというふうに思いますね。レーザーテックの冷やしチャートを見るとこのような形になっております。非常によろしくない形かなというふうに思うんですが、まあ、見たこともないような大陰線をつけて、25日移動平均線の上から75日移動平均線の下まで潜り、4月5日の安値を下回り、 あった結果3月22日の高値4月12日の高値を起点としてダブルトップのような形になってしまったのかなというふうには思います今後上値抵抗として移動平均線もありますし25日75日ともにちょっと下向きにも見えますよねネックラインである39,360円付近で、えー、抑えられるようであればダブルトップが完成しているという形に見られますのでちょっと今後の推移に注目をしてみていきたいなと思いますただまぁ、あ、こちらは信用売り残がとても多い銘柄ですので 長ですのでまあ、そういったところではそこがたいと言えるのかもしれませんがこうやって下がってきた時にはねなんともそういう需給は一部のデータにしか過ぎないのであんまり期待せずに見ていきたいなというふうに思います続いて東京電力見ていきたいと思います東京電力は今日電気ガスセクターでこう一番ね下げているまあ、それを牽引したという形になったのかなというふうには思っていますが追加で何かニュースが出ているというわけではないと思うんですよねつまりまあここまで大きく上昇してきたその反動で下落しているという感じなんでしょうか昨日一度 陰線をつけて下落していて、今日続落という形になりまあ、下落率も大きく。まあ、この東京電力以外も電力株かなりぐーッと右肩上がりに上がっていたので、まあ、調整がね。こうやって入って大きくなったというところなのかなというふうには思います。東京電力の今 pr が6.5倍です。まだまだバリュー感はある銘柄が多い中でえ、今後どういうふうに動いていくのかというところと、原発再稼働のニュース、また出てきた時には反応すると思いますので、しっかりと見ていきたいと思います。続いてレゾナック見ていきたいと思います。 株価は11.98%の上昇となっておりますでどんな会社かっていうところから見ていきたいと思うんですが化学セクターでして石化アルミ大手とあるんですが今この半導体 SIC などっていう風に書いてありましてここで生成 AI に絡む製品が今非常に好調だということなんですねそして4月16日に情報修正を発表しておりその影響によって今日株価が大幅高しているのかなという風に見ておりまず業績予想の修正の内容を見ていきたいと思うんですが今期予想で見ますと売上高が2.3%営業期は67.9%経常益2.5倍の情報修正となっておりますのでやっぱりかなりインパクトはありそうだなって感じがありますよね今期予想に関しましては 電気費で5.5%増営業益は黒字に転換という形になっておりますレゾナックの冷やしチャート見ていただければと思います今日は寄り付きが4000円で高値が4000円ということなんで寄り付き天井で陰線をつけたという形になっています情報修正はかなりインパクトがあったと思うんですけどもね4000円という価格的な節目はかなり意識されるようなそんなチャートに見えるかなと思いますただしっかりとした上昇トレンドを確認した形にはなっておりますので、まあ、この25日移動平均線付近をまあ、きっかけとして押し目が入って 入ってくるかどうかっていうのをねしっかりと注目していきたいなと思います続いてブレインソリューション見ていきたいと思います連日のストップ安で決算発表後の出尽くし売り続くということですよね おととい決算発表してまして、昨日ストップ安をした後に今日高値取りに行ってからのストップ安だったんですね。なんで、これはちょっと厳しい動きだなというふうに思ったんですよね。で、しかもこの決算もですね、決して悪くない売上高全期比で2.3倍、営業益7.9倍っていう、そういう結果を残しながら連日のストップ安でしかも動きに癖があるっていうね、まあなんとも言い難い感じでございます。チャート見ていきますね。はい。ブレインソリューションの冷やしチャートはこのような形になっております。今日の初め値がですね、4850円。で 高値が 5, 円これ、わずか3分ぐらいでつけに行ってからのストップ安ですからね。前日から比べますと、もう本当にひどい状況なのかなというふうに思いますし、上々に安値更新しているので、まあ、ちょっとどこまで下がるかわからないといったところになっております。ちょっとこういったところもですね、グロス市場の弱さが、直近 IPO の動きにもですね、何か変化をもたらしているのかなというふうに思いますし、やはり全くこういった高い PER の株の評価っていうのも本当に難しいなというふうに感じました。直近 IPO ですけども、ちょっとね、変動はやっぱ激まし 激しいので注意してみていただければと思います最後にベースフード見ていきたいと思いますベースフードなんですが株価が3.28%の下落で 昨日がストップ安していたんですよね。続落という形になりました。で、これも一昨日決算発表をしているんですけども、この見出しを見る限りはね、そんなに悪くないのかなっていうふうに思ったんですが、昨日ストップ安してたので、本当は昨日も取り扱いたかったんですけども、内容を確認させていただきたいなというふうに思います。赤字縮小で上振れ着地ってことだったんですよね。で、売上高50.9%増で営業域は赤字縮小という形になっております。今期の業績予想に関しましても、売上高28.2%増で黒字転換。 といいいうう予想を出していててて、まあ、これ見てもそんんななななにに悲観すべき内容なのかななんていうふうには思ってしまいますよ、ね、ただまあ3ヶ月間の推移を見ますと前年同期比に比べればもちろん24.3%ですけど前の3ヶ月を下回っていますして赤字が拡大しているっていう形になっているので、まあ、こういったところが嫌気されてるのかなと思いますえベースフードに関しましては昨年10月頃に製品の中にカビが生えていたっていう問題が起こってから株価が急落し業績にももちろん影響があってその影響が長引い いてるとといいいうううそんななな印象なのかなというふうには思いましたがどうでしょうかはいベースフードの冷やしチャートはこのような形になっていまして昨日陰線をつけてストップ安まで売られてで今日は若干高く始まってから400円という節目を経て、えー、ガクッと下がって安値370円からの383円まで戻して終わっているという形ですね、えー、年初来安値は1月25日につけた369円ですので、まあ、ここを下回れなかったっていうところを考えますと、まあ、明日以降まだ希望が若干つながってるのかなと思うんですが、まあ、そもそ そもそもグロース指数が年初来安値更新してますから、まあ、こういった銘柄がね安値更新してもなら不思議ではないというところを考えますとまあそんな期待せずに見ていきたいかなといったところでございますが個人的には結構製品は好きではあるんですけどもねはいそれでは指数の売買戦略を見ていきたいと思います今日はちょっと下を MACD に切り替えて見ていきたいと思いますちょっと最初の表示間違ってましたね失礼しました明日直しておきますまず日経金株価なんですが陰線をつけ安値引きをしているということで雲の真ん中ぐらいまで来ましたねまあ本当は早く戻ってほしいんですけどもやっぱり やっぱり雲の下とかトレンドラインとかそういったところまで調整が続く可能性がより高まっちゃったのかなというふうには思っております。で、MacD も下向きに0ライン割れて割れたから下がったっていうところもあるのかもしれませんしより雲が意識されやすい展開になってきてるかなというふうに思います。トピックスです。トピックスも残念ながらこれ雲の中に入ってるな。で、地高スパンまだ割ギリギリ割れてないといったところですね。転換線、基準線のクロス逆転が発生しておりまして MacD は0に近づいているという形です。 こっちもちょっと崩れちゃったかなーっていう感覚が非常に強いチャートになりましたね。そしてあんまり見たくないけども、やっぱりこんな感じになってますね。直近安値も完全に割れてますよね。まあ、あとは昨年来の安値になってしまうのかどうかっていったところだと思うんですけども、まあ言っても別に不思議、何度も何とも思わないみたいな <laughs>、まあそんな感じになってきたかなと思いますが、あのここまで来たらそこを打ちは見逃さないようにはしたいかなーっていう感じがしますかね。ニューヨークダウン見ていきましょう。ニューヨークダウンは昨日反発をしましたけども、わずか0.17%のプラスで、ローソク足は陰線で消してよ 強くなった印象は持たず、解散員は一つも出ていないという形になっております。サンドピークを訳も見ていきましょう。陰線で下落0.21%の下落で雲割れた翌日だったので、結局雲の中にとどまってしまったっていう形ですよね。下のマックディ見ていただくとちょうどゼロを割り込んでいるっていうことになって、まあ、マックディの細かい話をしますと12日間の指数平滑移動平均線と26日間の指数平滑移動平均線の引き算で求めますので、ゼ、ま、ロ、あ、を割れるっていうことは26日移動平均線の方が上に来たってこと。 つまり、デッドクロスが起こったってことになるんですよね。なんで、まあ、売りサインという風に見られるわけなんですけども、まあ、あんまり見たくなかったものだなぁと、それが S&P500 にもついに出てしまったなぁという感覚でございます。ナスダックに関しましても同様のサインが出ています。ローソク足は陽線ではあるものの、まあ、ほぼ強いという印象を受けるものではないですよね。雲の中にいて、マックリーはゼロラインを割れている状態ですので、S&P 同様にチャートは悪化したと見るべきだと思っています。最後、ラステル2000、こちらも陽線ですね。ですが、 ま同じくですね力強さを感じるほどの実態はないという形でございます雲の下にいてよりこう下落が強まっているっていうそんな形かなというふうには思いますのでちょっと注意して見ていきたいと思いますはいということで今日は5話急変何がということでしたがオランダの半導体製造装置メーカー ASML の決算によってレーザーテックがここまで下がるとはちょっと僕も予想できませんでしたけれども結構大きな影響がありそうですので今日のアメリカ株もそうですけども明日の日本株も含めて警戒度を高めて見ていきたいと思います それでは今日もお知らせを入れさせてください。個別銘柄男と,とも分析するマガジンですが、毎週金曜日更新で分析記事をアップしています。最新の記事は日賞金となっております。で、だいぶ株価の動向が <laughs> 怪しくなってきたんですけども、ここはね、じっくりと個別銘柄を分析して、焦らずに下値で買えるところをグッと探っていきたいなというふうに思います。まあ、そんな観点から1銘柄選びまして、明日、明後日と分析をして、えー、また記事を書いていきますので、ぜひご注目いただければと思います。また6月7日金曜日ですけども、 東京池袋にてガチソファイヤーのリアルイベント再び開催させていただきたいなという風に思っております19時からでお席大体40席ぐらいを想定しておりますのでもしご都合が合いそうな方はぜひお山にご検討いただければ嬉しいですよろしくお願いします概要欄の URL をチェックしてみてくださいということで今日はこんな感じで終わっていきます今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンとまた明日以降も夕方5時目標で更新をしていきますほぼ日日本株速報チャンネルのチャンネル登録をよろしくお願いしますそれではまた明日テクニカル分析でお会いしましょう